介するのがこちらゼロ&ストライクってことで、こちら9月25日に発売される DMRP19 にて収録されているカードなんですが、先に言っておきます、バカなこいつはもうめちゃくちゃ嫌な予感しかしません。まあとりあえずね、早速今回の方を見ていきましょう。こちら4コスの3色呪文でアタックチャンスにより白黒緑のディスペクターが攻撃するときに無料で延焼することができます。してその効果が2つあって片方を選択するってことで、1つ目がシールドとマナと墓地を1枚ずつ増やすっていう、まあディドダムのバーターみたいな効果です。ただこっちはもうどうでもいいんだ、問題はもう1つの効果、バニエルディスペクターもしくはディスタスを選び、それと同じカードを手札墓地マナから好きな数場に出すことができます。こいつやばいって。だから例えば場に1体でもグレートフルメインいたら最大4体までいろんなとこから便出てくるんですよ。他にも実用的なところで言うと、例えばザーディクリカ3ターン目デッドダム、4ターン目ゼロ&ストライク、5ターン目ザーディクリカって出せば、墓地にあるゼロ&ストライクってザーディクリカの多重影分身ができるわけです。これねコストパフォーマンスって考えると完全にぶち壊れてます。いやもうオーラ編マジやばすぎる、なんでもありだこれマジでね。今後出てくるディスペクター次第では一瞬で環境を変えかねないレベルのカードだと思います。というわけで評価ですが、まあ期待を込めて9.5でいかせていただきます。もうデッキビルダーの方はぜひイカルタデッキの開発よろしくお願いします。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。